よくく他のオーケーと試合ししてたらしくてでそれが伝ってたんだけどであじゃあ立ち上げようと思ってサッカーも同じだねサッカーも意外に桶にもサッカー好きがいたからまたそれもユニフォーム作っちゃえば作ったらやるじゃん演技より先に届くユニフォームって言われてて <laughs> 楽しくやろうよと思ってセクションで終わったら握手しようみたいなそうにしていつの間にか広がったみたいな。 人によっててパターン変えてるけどねいろいろでも今あんまり接触できないから空中でやると分か,分かんなくなってくるんだけどお客さん聞きにだけじゃなくて見にも来てると思うからどう見せるかしか考えてないので <laughs> 見せてた自分が楽しむかって自分が楽しまないとお客さんにも伝わんないかなと思ってるので。